それじゃあ行くかな、 9.0。ラグで行こう、ラグで。赤が一番難しい。なんで赤に来た俺。よし。レディーゴー。ワンワンのガチプレイに近い戦いの方がいいかな。やっぱアイテムに頼るのが一番だよね。マスターボールはあかん。俺に来い、俺に、よし、俺の、はぶんね。ふぅ。しかも、小さくなってるじゃん。またハンマー来たよ。マスターボールは、取らしちゃあかんやつや。役立たずの相棒とともに2対2。アイテムに頼れ。よし、ラッキー、直撃させた。これで2対1だ。ほら、どっちに投げてるんだ俺。オッケー、ミドナか、まあまあ。痛い。そろそろ雨が。もう一丁。オッケー、マグナか。マグナは割と頼りになる。ランドマスター首の動きやべえな。今回のランドマスター本当に弱くなったな。ダッシュアッパーだ。クリボーもパックマン、メタルパックマン、ノーマルパックマン。アイテムに当たり判定の。フォックスの足の短さ、次やんじゃん。たまらんねこれは。かわすかよ今の。なんかさっき上に連れて行かれそうと。
痛い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 。よし、コッコにやられるがいい。もうコッコに任しちゃおうかな。よく出るなスマッシュボール。ちょ、違うだろ。本当にランドマスターが弱くなってる。いい反応するな。いつまで反応するんだい。超絶溜まった。 360% ぐらいいった。ジャイアントワリオの対マンか。うわ、殴られた。これで試させてもらいますと。マスターボール、ディフィニティ。マッサツ、お前何した？ビクニチちゃん何してくれたの？よく分かんなかったよ。よし、ニセミー軍団。ニセではないけど。ウエスマ倒しきれん。やっぱアイテム頼らんと暗いな。敵がアイテム使ってこないのも助かるな。切れた。女性さんはちょっとさすがに。女性さん持ったらあかんわ。ツインボム爆発しろ。よし、ラスト。やっぱアイテムが一番だね。道具に頼れ。さて戻ってきました。いけるかな。できるだけ巨人で一気取られるのだけは勘弁しないとな。よし、ほんま食らわずに1回目終わった。食らってもいいから脂肪だけは勘弁でいきたい。こうだ。これは素直にガード。
よし、あんま食らわなかった。いけるかな。痛い、もうちょい耐えたいな。よし、これで剣で一気、その後死ななければ。剣はできるだけジャンプ攻撃で上の方に攻撃を突っとく方が。耐えるっていいな。あー、ダメだったか。無駄に食らっちゃった。これが跳ね返るのがでかい。よし、これでダメージ稼がしてもらって、めっちゃ食らった。ここまで来て負けたくねえぞ。あ、ラッキー自殺してくれた。なんともみっともない終わりだが、行った行った。あとこいつにやられてもたまらないから、ちょっと倒しちゃおう。ま、実質 9.0 2回目の挑戦で勝てたし、ちょっと練習したけどね、1回目の時に。抹殺、72番。結局は 9.0 でクリアしないとハイスコアは目指せないということが分かった。ま、シンプルは終わってるから、オールスターかな次からは。同じだな。かかってこい。かかってこい。かかってこい。シック。シック。さっさ、シャ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 。9.0 でクリアするってチェックあったよな。この使いにくいパンチ連打。守り神獲得。シンプルを 9.0 でクリアする。最高本気度 9.0 空前絶後でクリアした。